邪魔します。はい、こんにちは、ミムスでございます。白猫プロジェクト、ガチャをね、6000万ダウンロード来たんでね、任せろ。まあ来たの昨日、一昨日、昨日か、ジュエルが中途半端だったんでね、600とかだったんで、まあどうせなら3回分一気に引いた方がいいよなってことで、まあ早速引き、なんだ下にあるの、あ、なるほどね。とりあえずこっち、いやージュエルまだ余裕あるとか、なんか調子ぶっこいてたらさ、結構もう島埋まっちゃったんで、なかなか少し厳しくなったかな。まだ自分始めたばっかなんでね、島リセできないんですよね。なかなかの緊密ですね。リーダーは俺だ。よしよー、名前わかんねえ、わかんないわここら辺名前は。共に戦わせてください。ナップル、こいつはわかる。精一杯やります。お、なんだよ、星さんで来てなかったやつかい。私が導きましょう。僕は世界一の、こりゃダメっぽいっすね。モンボです。お前またかい。縄張りは荒らすなよ。あっちゃー、はーずれ、はーずれー。まあキャラガチャはね、外しても全く無駄にはならないのはいいですけど、武器ガチャなんてほぼゴミですからね、外れたら。あれがね、ほんと厳しいんだな、武器ガチャね。星5を出るのを釣られて、ダグラスのやつ。結構引いちゃったんで、そのおかげでちょっと、ジュエル一気に消費しちゃったんですけど。さてどうかな。まあダグラス2がすごい運が良かったんでね、ここである程度外れてもまあ仕方ないかなっていうところですが。お前か。こいつは出てほしくないっていう巷で噂なんですけどね、デコボコ。いや自分は全然嬉しいですけどね、メンツがいないんでね。本当にこいつだって別に新法にあるがそんな弱いわけじゃないでしょ。まあどっちも出なかったんで、もう引きますよこのまま。今度は金一がしょぼいな。あれ2人じゃね、金。おお、うん、3人か。いやそれでも十分しょぼいですけど。私に任せろ。俺に関わると死ぬぞ。よろしくお願いしますね。お、あまたが来たか。祭り林が、まあどっちかつと月見が欲しいんですけどね。俺の言うこと、月見はマジであれ声優的にもね、シャルロットと絡ませたいっていう感じの。あ、もうダメだ、外れか。まあ全くの大外れじゃなかっただけ全然いいっすけどね。とりあえずアーマーだ。さてさて、ジュエルを一気に消費してしまった。これだけですね今回は。これ以上引けない。また溜まったら引こうと思いますけどね。月見はマジで、うん、欲しいなっていう感じのキャラなんで。ダグラス2とかはちょっと渋って迷った感じは、迷ってたんですけどね。祭り囃子が聞こえるぜ。まああとデコボコが来たっていうね、ついに来たかって感じですね、うちのとこにも。これでシンフォニーキャラは俺は3人目か。まあテレーゼとヒナとか、うん、ダイルとかも普通に欲しいし、普通にアルチューとかだって。で、オファードが来ましたからね、どんどんキャラ入れていかないと間に合わないでしょう。はい、というわけで、まあこの今、パーティーにマコトを入れてるのも、ちょっと星さんもね、まあメンツが不足しているんで、星さんも育ててオファーに利用しようかなとか思ってるんで。
はい、では短いですが今回はここら辺で終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございましたと思うじゃん、終わったと思うじゃん。うん、あの後ね、モハンの方の実況プレイの方、エンコードとかアップロードとかいろいろやってたらね、うん、それやってる間にまた島掘りやってたらまた一回分溜まっちゃったんで、私のパートね、また行きたいと思います。撮ってる時間は全然違うんですけどね。まあそんな動画分けるのもあれなんで、くっつけちゃおうかなっていうところですね。はい、ひどい。大丈夫かこれ。金が、まあ、まあまあ。まあまあか、結果的には。やっぱ月見は欲しいですね。お邪魔します。面倒見てあげる。まあお前らはいいわもう。テレーゼか、まあいいですけど、こいつも欲しかったんだ。小麦、もう終わりかな。入るんだ。かすみ、インベル、おい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 、これは手厳しいですね。一人新しいの入ったとはいえ、まあ全然爆死しないだけ良かったっすけどね。前進するわ。お邪魔します。はい、というわけでまあ今度こそ、終わりかな、多分わかんないですけど。はい、ではご視聴ありがとうございましたと思うじゃん。うん、と思うじゃん。終わったと、まただらだらやってる間に2回分溜まっちゃったんで、また引きたいと思います。うん、まあいいかな。欲しいと思ってるんなら、まあ引けばいいんじゃないかな。アニゲラコラボのキャラとかも、うん、あれ4スター枠なのかな、いずれ来るとは思うんで、まあ残しておきたいとも思うんですけどね。月見ちゃん欲しいよ。縄張りは荒らすなよ。いっぱい頑張る。かけっこは任せて。力を貸しましょう。面倒見てあげる。ちなみに今よろしくお願いします。夜中の3時貢献するにゃ。日付変わったところを見計らって研究室引いてるんで、若干眠くて喋る気力が、うわマジかよ、大外れ。これは正真正銘何も新規もない、いわゆるグロ画像ってやつだな。あーやばい気がすんな。せっかく夜中に、まあ偶然起きただけなんですけど、夜中に引いてるんで、なんとかしていただきたいんですけどね。よろしくお願いしますね。ロード画面入らないとダメなんですかね。冒険の始まり。リーダーは俺だ。頑張っちゃうわよ。精一杯やります。まずい予感がする。よろしくお願いします。まずい予感がする、非常に。ダメじゃない？あ、ダメだこれ。マジか、2連続で。おお、これだけひどいのは初めてなんじゃないか。これはひどい。お邪魔します。くっそーくっそー、まあはい、まあ、残念な結果に終わってしまいましたね。これが最後の最後になるのかな、今回の動画。さすがにあんまりそんな動画ファイル貯めても、私のパートね、なんか不具合の元になりそうな気がしないでもないんで、多分これで今回は終わりだと思います、さすがにね。はい、では
ご視聴ありがとうございました。いやー、ひどい。まあ、こんなもん序の口ですかね。